空想科学ラボラトリー空想ラボ、空想科学研究所とアニメハンマバキの講師コラボも第5回、今回もやってまいりましょう。今回検証するのはこのシーンです。その時だった。あのシーンには審査の度肝を抜かれたよ。丸のみだよ、人一人を。まさに言葉もないシーンですね。まず人間が休憩になったのがすごい。これは全身の筋肉の好きなところを自由に動かせるマッスルコントロールのできるオリバだからこそ可能な技だと思います。さらに人間一人を飲み込んでも大きさがほとんど変わらないというのがすごいですね。休憩になったオリバの直径を測定してみると110センチほどあります。この場合全体の体積は390リットルと。そしてオリバの体重は210キロと推定されるので体積は210リットルということになります。すると球形の内部には390-210、180リットルの空間があるはずなんですね。バキの体の体積は70リットルから80リットルと思われますので、なんとバキ2人を飲み込めるということになります。しかしその空間というのは人間の形はしていませんから、もうバキは非常に苦しい体勢で飲み込まれていたと思われます。さらにオリバの筋肉の塊で周りから押し付けられる、失神したのも当たり前だという気がしますね。オリバやっぱりすごいです。